始めようアイリッシュセッション44番目はアウトオンジオーシャンというジグを練習します。それではエクアドから見ていきます。ここはシのロールがあります。4つ目のシはタンギングで区切りましょう。ここはトリプレットが使えます。そしてラの音はショートロールをしても良いでしょう。次にここの四分音符のソもショートロールが使えます。これをシドレーシのトリプレットにしてシからラへ下がるカットするとここではロールができますが、ロールはあえて使わずに拍の頭の音だけ強調します。同じです。Bパートです。ロールをして4つ目のミはタンギングで区切ります。2つのレをカットします。ここはショートロールでと吹いても良いでしょう。これをトリプレットに変えることができます。ここは A パートと同じです。そしてここではフレーズの山になっている頭の音にカットをつけて、それでは変装を交えて2回吹きます。